富子富士尾の沼氏は、1990年7月3日に、TBS のエンターテインメント番組、ギミア、ブレイク内で放映されたアニメ。前3話だが、ギミア、ブレイク内で放送されたアニメの中では、唯一、一回限りの単発放送である。制作は、新鋭動画。原作漫画、むまは、学研の学習雑誌。 高三コースで1970年4月から8月に掲載されている。アニメ放映前後に中央公論者から単行本が刊行された。紫の髪に額のほくろ、口に着せるタバコを加えているのが特徴の女性。笑いうセールスマンの登場人物である、もぐろ複蔵の女性版という設定である。悩みを抱えている人の前に現れて、 その人の悩みを夢で解放してあげるというのが仕事。原作漫画版では髪型が初期はアニメ基準のセミロングであったがショートボブ、ツインテール、さらに短いショートボブと定期的に変わっている。原作では道夫は高校生だがアニメ版では会社員になっている。レンガ作りの釣り金のような岩屋に閉じこもるという結末であったが アニメ版では眉玉に覆われる形に変更された。原作では高校生で不死家庭で馬氏によって女装に目覚めるという結末であったがアニメ版では会社員でキャリアウーマンの妻を持つ夫婦で馬氏によって完全な女性として性転換される形に変更された。アニメ版にて馬氏によって変貌した春彦に父親が驚愕するシーンが追加された。 なお原作版ではそのようなシーンはない。1990年6月に中央公論者より単行本化された。また同作が発表された前後に執筆されたブラックユーモア短編集の一部が併録されている。収録作品マシに関するカテゴリー。ありがとうございます。